手たちにとって。皆さんこんにちは。注目のデーゲームです。熱戦を見届けようとスタジアムには大勢のサポーターが駆けつけています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。セリエ B のこの戦い、見逃すわけにはいかない試合になりそうですね。この試合も面白そうですね。どんな展開になるか期待しています。さあ決定機が生まれるか。フランコ・バスケス、これはチャンス。このシュートは簡単に止められました。奪った、一転してチャンスだ。ライン際でキープしました。ゴールに迫ります。キーパー素晴らしいセーブを見せた。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。ボールが中央へ向かう。ここはブロックされました。これは決まりません。キーパーが触りました。いやー、少し力が入りませんでしたね。このカードですが、ホームチームはリーグで最も守備の堅いチームとして知られており、一方アウェーチームはリーグトップの得点力を誇っています。矛と盾といえる組み合わせですね。どちらの武器がより優れているかは試合終了のホイッスルが鳴るまでわからないでしょう。フィジカルが強いですね。ボールを渡しません。主審がファールを取りました。フリーキックです。いけるか、勝ち越しのチャンス。きた、先制ゴール。キックオフしたばかりですが、もう得点も上げてきました。リプレイを見てみましょう。狙いすましたスルーパスでしたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。パスカット、攻守が入れ替わります。どうだ、スピードのないシュートでした。この位置でインターセプトします。最後はキーパーが処理します。しっかり読んでいた。いいパスを出しました。フィニッシュ。このシュートは決まりません。はい、先ほどの得点とは違って難しかったですね。コーナーから中へ。きた、追加点。これで2点リード。さらに相手の優位に立ちます。映像が来ました。コーナーキックからのいいボールです。そしてうまくヘディングで合わせました。冷静なフィニッシュです。フランコ・バスケス、ボールを運んでいます。仕掛ける前にボールを奪われました。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。ちょっと消極的なパス回しです。
じっくりチャンスを伺うも相手ボールになりました。ここはファールを取りました。フリーキックになります。これはナイスインターセプト。裏を狙ったロブでしょうか。通ればチャンスです。いいパスでしたが副審が旗を上げています。動き出すのが早すぎましたね。ちょっと気持ちが前に出すぎたかもしれません。少し前を狙いすぎましたね。キーパーが処理しました。パスをカットした。クリバリ、はたいて渡すこともできます。いいところでインターセプトしました。このボレーは枠に当たりました。最高のボレーでしたが少しだけ運がなかったですね。ボールシェア率を見てみるとアウェーチームはそれほど高くありません。つまりリードしているので守備的になっているということでしょうね。清見でカウンターに出ればさらに追加点を挙げられるかもしれません。おっとチャンスです。これはキーパーが止めた。シュートを許しません。2点差で負けていますがサポーターはここで流れを変えられると感じているようですね。とにかく1点でも返したい局面ですがここから得点できるでしょうか。素晴らしいスルーパス。これは味方に通らないか。絶好調ですね。このゴールでハットトリック。もう止まりません。リプレイを見てみましょう。狙いすましたスルーパスでしたね。そしてこのシュートです。ディフェンダーに囲まれながらも決めてきました。簡単には潰されない強さはさすがですね。だいぶ点差が開きました。一方的な展開になりそうです。クリバリ、サイドを上がっていく。ここにスペースがあります。クリアが足りないか。これはフリーキックでリスタートです。おっと、相手へパスしたような形になりました。シュートのチャンスだ。シュートはゴール枠を捉えていましたがリフレクションでコースが変わってしまいました。おっと、インターセプト。ここはサポートがあります。キーパーが構えた手にシュートが飛び込みました。これはパスミスでしょう。ボールは相手に渡ります。さあどうする。ここはブロックで防ぎます。これはファールですね。相手のフリーキックになります。アディショナルタイムに2分加算されましたね。ドリブルで持ち込んでいます。力強いシュートでしたがポストの外に行ってしまいました。前半終了のホイッスルです。福西さん、ここまでは一方的な展開ですね。さあキック。さあ後半開始です。ボールはファーポスト側の選手に。危ない局面でしたがなんとかしのぎましたね。フランコ・バスケス。
パスをカットします。これは読んでいたんでしょうか。ボールを運んでいます。これはナイスインターセプト。チームを救いました。いいところに出た。キーパー弾く。これはチャンスです。高い位置でインターセプトしました。ここは体を張ってボールをキープ。奪われません。強烈、体がよれます。素晴らしいパス、ナイスセーブ。ゴール。キーパーに一度はセーブされたものの、今度はゴールに沈めました。残り時間は30分です。攻守が入れ替わります。笛が鳴りました。カードは出るでしょうか。このタイミングで選手を変えてきました。ここはしっかり当たらないシュートでした。ボールを失った。また取られてしまいました。ここからどうする。ここはクリアして危険を逃れます。シュートだ。セーブした。キーパーのナイスプレー。ここで選手を変えようとしています。エリア内へ向かうか。ここはゴールキーパーの好判断。試合終了まであと20分あります。サポートの選手がいます。ここはカットされました。攻撃失敗です。フランコ・バスケス、弧を描くパスで裏を狙います。これはチャンスか。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。素晴らしいボールです。裏へのパスが通った。ゴール、ゴール。これで3点差。何点取る気なんでしょうか。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。大量リードを許した状態で再びキックオフです。ボックス内へ入れてきた。ここで止められました。惜しかったですね。これはいけません。あっさりとパスカット。ここはサポートがあります。これは決めたい。試合終盤に決まった。まだまだ得点差があって厳しいですが、最後まで結果は分かりませんよ。
ビアンキ、ファーの選手へのクロスです。決まった。終盤でダメ押しのゴールです。これで3点差。リプレイですね。綺麗な弧を描いたボールが味方の選手へ渡ります。うまく頭で合わせてフィニッシュ。素晴らしい反応でしたね。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。サイドが空いていますね。このままいけるか。シュートを許さない。ブロックで弾いた。これは見事なセーブです。キーパーがよく見ていました。ああ、ベンチが動きました。控えの選手と変えるようです。ディフェンダーがクリアしました。カットしました。素晴らしいスキルで抜いてきます。打ってくるのか。思いっきりよく飛び出して見事にセーブ。止めています。タイミングがバッチリでしたね。これでアディショナルタイムに2分が追加されました。クリスティアン・アンサルディ、さあかましたぞ。ここで試合終了。ゲームを制したのはアウェーチームです。チームは相手を終始圧倒していましたね。監督のプラン通りに試合を進められたことがスコアにも表れています。選手たちにとっても自分たちのやってきたことが正しかったと再確認する結果になったんじゃないでしょうか。この調子なら次節も好戦。